おはようございますえー、3月2日土曜日の朝ですえー、今日はですね番外編です「有与さらば」「今では珍しい」 8センチ CD シングルでございますええー、この曲はですねまあ皆さんご存知の通り TBS ドラマ「アリオサラバ」のテーマソングですええー、まあ ドラマ出演にあたってはね矢沢永吉主演でまあこのドラマ制作されたわけですがまあそれに関してはね矢沢永吉さん本人もいろいろ語ってるんですが最終的にドラマ出演を決めた 直接のきっかけはですね、えー、そのドラマのプロデューサー通称エンタ玉遠藤玉城プロデューサーからですね「矢沢さん何を怖がってるんですか?」っていうその一言が引き金になって「じゃあやってやるよ」と。 いうことにね最終的にはなったみたいです。えー、共演者の泉ピン子はギャラはいらねえから出してほしいって言って出たみたいですよ。まあ実際にはギャラはね出たんでしょうけど。であとですね このドラマの AD がですね「矢沢さん控え室に何置いたらいいですか?」っていう A ちゃんはね「や別に何もいらないよ」って言ったら AD がですね涙目で「それじゃあ私クビになります」と「じゃあねうん水とチョコレート置いといて」って適当に言ったみたいですよそしたらですね 業界では矢沢永吉控え室に水とチョコレートがないと機嫌が悪いみたいなそういうまあデマ情報ですけどね流れたみたいですかっこいいですねでですねあの作詞は秋元康 で、このドラマのですねエンディングのいつの日かも秋元康ですえー、まあ、元はねバラードだったみたいですよ「有与さらば」それをミディアム調のロックにアレンジしたとまあアレンジしたのはね A ちゃんですけど で秋元康は、えー「いつの日か」もね作詞をしてるんですが「有、え、与、ーまあ、さらば」については曲線ではなくて死が先だったではないかというふうにもね言われていますまあその辺の真相はね分かりませんけどもでですね CD シングルなんですが皆さんここを折るタイプですか折らないタイプですか私は折らずにそのまま置いております中にはねこれ折っちゃってこう中に折り込んでですね保管する人もいるみたいなんですが まあ、私はねビビりなんでおりません買った時のまま保管しておりますえー、発売はですねこのシングルは1994年4月27日ドラマのねスタートと合わせて発売と B 面の B 面というかカップリングのシーブリーズはそのままシーブリーズのイメージソングにもねなってますけどアルバムはですねザ・ネイム・イズに収められてます。 でそのザ・ネーム・イズ、実はタイアップ曲6曲入ってます。これ、新記録じゃないかってもね、言われてるんですけども。はい。ということでですね、今日はライブの定番曲でもあります。アリオ・サラバ、ね。フェスでもね、たまに歌ってるのを、まあ、YouTube なんかでもね、 見たりしますけどもで、えー、さっきからですねドカーンと有オさらばの横にですね鎮座しております矢沢クラブで買っちゃいましたよ武道館150回公演記念 円です税抜き、えー、中はねちょっと著作権の関係でお見せできませんが一言で言うと見応え読み応えがありますえー、名優ジョン・マクフィとの対談も あります、まああのー、3,500円を高いと感じることはない、まあ、雑誌といいますか、ねえー、書籍です。まああのー、成り上がりもそうですが。 この『ローリング・ストーン』矢沢永吉特集これもですねバイブルとして置いときたいと思います。ということで今日は番外編 CDCD CD シングル今では珍しい8センチシングルの『アリオさらば』をね紹介させていただきました。 明日はいよいよひな祭りうちも娘が2人おりましてね、えー、まあひな祭りっぽいことをねしたいと思いますよえー、まだまだ寒い日が続きますが皆さんハッピーに頑張ろうじゃありませんか ご堅牢ということでまた来週。